いただきます。どうも、パンケーキこと岸井亮太と申します。今回は皆さん友達いますか友達いますか。まあ友達はいると思うんだけど、友達はまあ一人いればいいね。一人はいると思うんですけど、でも一緒にスプラトゥーンをやる友達ってなると、またね、その友達の中からちょっと人数も少なくなってくると思うんですけど、まあ一緒にスプラトゥーンをする友達がいないっていう人もいると思うんですけど、大丈夫。そんな時は、一人リーグマッチをすればいいんですよ。一人リーグマッチ。前にも一回動画出したことがあるんですけど、まあその名の通り、リグマをやってる風に、ガチマッチで、味方に対して話しかけていくと。で、味方、まあ、当然返事が返ってくるはずないんだけど、まあね、自分だけでも友達とリグマをやってるなっていう、そういう気分を、気分が大事。そうね、イマジネーションを働かせて、想像力を働かせて、一人リグマやっていきましょう。全然寂しくないから、皆さんもやってみてください。それではやっていきましょう。で、今回は、ちょっとね、普通にリグマやっても面白くないので、まあ、リグマ相手に、僕が会話の中で、まあ、リグマ相手にね、会話の中で、米津玄師さんの、フラミンゴの歌詞を入れていくので、まあ、それをね、気づかれるかっていう、リグマ相手にそれがね、気づかれるかっていうのをね、ちょっと検証していきたいと思います。まあ、一人だから答えてくれる味方はいないんだけど、なんか言うぞ。なあ！いやー、笑えんなー、このチンケな泥試合。笑えんなー。よし、まあ、気を取り直してやっていきましょう。あ、ジェップ入ってんな。よいしょ。フラミンゴさー、こんな、使える歌詞があるのかっていうところがちょっとね。あ、やられてる。だってリグマ感ないな。大丈夫か味方、大丈夫かリグマ感、めっちゃリグマ感あるわ、これ。そこ敵いるよ。そこ敵いる。ナイス。さすが。リーグマッチやっぱ報告が大事だから、一人やった。傘やった。まあ、お目通りありがたしって感じですね。なんやこいつ。笑えんな、この中継なの。これしか言えねえ。笑えなーいのとこしか言えねえわ。いいね、ナイスリード。敵いるから気をつけてね、そこ、敵いるから。だって、傘。いっちま、あいうちね。こっちオールダウンしてるから。落ち着いていこう。いやー、てか、リグマの相手全然喋ってくれんなー、相手。みんなミュートでやってんのかなー。愛しい、その声だけ聞いてたいんだけどな。お。あ、待って。全然気づかんな。僕がフラミンゴの歌詞入れてるっていうの全然気づいてないな、このリグマ相手の人たち。とりあえず、みんなで協力して関門突破しよう。関門突破大事だから。待って、これは、ちょっと待って。あー、ローラー、危ね。戻ってこないか。死ぬ。生きている。まだ生きてる、僕。OK、そこでちょっとね、飛んでくれたことによって、やばい、死ぬ。いやー、それ当たんのか。ごめん、ちょっとやられちゃった。スクスルやられね。スクスルハイプレ入ってる。スクスルハイプレ入ってるわ。ローラーが、ナイス、あいつ。いや、お前が一番輝いてる。このステージで輝くのは、君だけでいい。よいしょ、ちょっと待って、当たんない。さて。とりあえず、ヤグラの上やったよ。ヤグラの上やって、
ちょっと待って、ローラー来てるわ。ごめんね。このローラーなかなか、あれだね、難しい立ち回りしてるね。難しい立ち回りっていうか、なんか読みづらい立ち回りしてるね。フラミンゴって感じ。それはフラ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 ミンゴって感じだわ。利用されちゃう。だってハイパープレッサーは食べないんだけど。オッケー、ナイスやり、ナイスやり。ナイスやり。今、あとハイプレだけね。そのハイプレだけ。カバー入れる。あー、ごめん、やれなかった。削ってるぞ、そいつ。いやー、スクスロ来てる。スクスロが、あ、ごめーん、スクスロやられ。スクスロやられね。ナイスやり、ナイスやり。さあ、でも、59カウントだから、全然リード取れない数字じゃない。カウントじゃない。とりあえずハイプレ吐いて、2枚やった。もう1枚いる。惜しいな。あのローラーアーツショットだと思うんだけど。あー、そっちか。残り9秒、残り9秒、頑張ってくれ。あー、死んじゃった。あのローラーだけやれてれば。警戒が、警戒を怠ってしまった。ごめんな、ごめんな。かー。ああ、次も頑張ろう、次頑張ろう。ハイプレ3枚だったんだ。ちょっとハイプレの数少なすぎたな。ごめんな。それでは、2試合目、行っていこうと思います。ほい、富士坪スポーツクラブガチャグラリベンジ、リベンジやっていこうぜ。リベンジやっていこうぜ。誰も返事してくんないけど、やっていくぞ。ていうかさ、フラミンゴの歌詞、全然気づいてる人いないんやが、気づいてる人、ナッシングトゥーマッチなんやが。誰も気づいてない。まあ、さっきのは、まあ、笑えない、チンケな泥試合って感じやったから、今回はそんな風にならんように、まあ、酔いどれ、ハリコの物語みたいなね、そんな感じでやっていこうと思います。わかるぞ。やっていく！いいぞ！味方がめっちゃ強いぞ！はい！やったれやったれ！やったれ猿ま、猿まで？やったれ！死ぬまで猿芝居やわ。これ終わるんじゃね？え、強くね？あ、強っ！そして誰も、誰も企画に気づかず、ラスト一戦ぐらい、ラスト一戦ぐらいやっていくわ。味方強ない？これ。おい！富士坪スポーツクラブガチャグラ3戦連続で、申し訳ねえ、ステージ変わらず申し訳ねえ。それでは、さあ、最後のリグマやっていくぞ。ヒレオくんがいる。ヒレオくん、頑張ろうね。結構、箱の裏にいる。箱の裏にいるぞ。で、右にもなんかいる。右にもなんかいる。右パブロだね、あれ。右パブロね。1枚やって、1枚やった。マニューバーやったけど、スピナーがいる。パブロごめん、やれなかった。ごめんね。そいつはずっとナイス。さあ、この試合は勝っていこう。ほ。いやー、めっちゃ来てる。めっちゃ弾飛んできてる。
好きな、めんどくさいから。よし。結構当ててるんだけど。あいつやりたい。いやー、うまくねー、それ。よし。OK。しっかりヤグラ進んでいこう。パブロそこに潜伏してる。削ってるぞ。パブロ削り、パブロ削り。で、スピナーも、スピナーやるぞ、ナイス。スピナーやってくれたのありがとう。この下になんかいる。ちょっと待って、敵多い、敵多い、敵多い。シュ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 、生きてるよ。生きてたわ。あ、やばいかも。うおー。うおー。うわ、やれなかった、ごめん。だって、こっち3落ちてんな。一回帰るわ。一回帰るわ。こんな風に、ふらふらね、帰ってね。こっち溜まってんだよな。やりたいな。オキナイス。オッケー、抱え落ち。さあ、60まで進まれてるから、ちょっと、頑張って、行こう。頑張って行こうって。語彙力全然ないけど。あー、マジか。エイム力に問題があり。まずいぞ。しばかれてるな。こっちのリッターをどうにか生かしてあげたいね。あ、待って待って待って。あー、やばい。これ死なないように行こう。これ死なないように行こう。危ね。死にかけたわ。ナイス。ナイス、リッター。あのスピナーも抜いてくれ。あのスピナーが一番うっとうしい。ナイス、スピナーやってくれたのはでかい。このまま進めたいけど、なんかあれな。一枚やって、パブラやったぞ。パブラやった。そこやられたって言ってるから、後ろいる。OK、この台のお任せで。台のも削ってる、台のも削ってる。死んでるか。削ってる。あー、外したー、ゆうちパブロの切る速度結構速いね。さて、フラミンゴの価値言うの忘れてたでももう、フラミンゴの価値言える言葉少なすぎる。この企画には優しくない、この企画には優しくない歌だった。帰んのか、お前。くそー、スピナーさえいなければ。いやー、これ飛んでも意味ないな。あー、届かない。くそあー、負ける。惜しい。まあ、こっちなんか、編成結構、あれだったもんな。なんか、フラミンゴって感じだったな、編成が。なるほどね。というわけで、今回は、一人リグマで、フラミンゴの歌詞を言ったら気づかれるのかという企画でした。もう、自分で言ってて、何やってんのかわからん企画ですが、ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね。バイバーイ。